10月某日、この日メンバーのもとにデモテープが届いた。ああ、楽しみ楽しみ。サードシングルの楽曲を聴いたメンバーの反応は、イエーイ、やっすげー、あとライブのラストに歌いたいのこれ。そうですね、全員でも、うん、こうやって俺もマジで言うと、最初今までファーストセカンドとやりましたけど、僕は個人的には一番いいと思います。そして今回センターに選ばれたのが河本さんに。あ、うわ、こっちやった、こっちやった、うまやセンターを、センターということで、あれ、いや、うわ、マジっすか。はい、サードシングルのセンターはチームのキャプテンも務める河本に決定。その他のメンバーのフォーメーションはこのようになった。中でも注目は初のフロントラインとなる尾形。やっと分かりましたかっていう話ですよ、うん、この3人ですよ、やっぱトップは。そんなサードシングルのミュージックビデオを手掛けるのは、欅坂46のサイレントマジョリティをはじめ、坂道シリーズのミュージックビデオを数多く担当する池田一馬。池田監督。そして振り付けはこれまで SMAP や AAA など数多くの有名アーティストを手掛けた黒須博次が務める。そんな2人がタッグを組む今回のミュージックビデオは一体どんな作品に。頑張ってこうぜみたいな曲だったりもするので、なんか応援歌的に聞こえるような、ああ、いいですね、高みのある、なるほど、年齢的にもいいね。そうですね、こうなるうまく入れてきて、そして気になるダンスはここですよ。 PV の監督ともいろいろ話して、ちょっとこう無機質なところからこうだんだんちょっと能動的、ちょっと血が混じってくるような踊りになるような、で最終的にこう応援歌になるようなみたいなイメージでちょっと今取り組んでますね。中でも今回ポイントとなるのは、ちょっと銅像的な、全くなんかこう感情とかない、なんかもう無機質に前後左右で異なった動きとなる独特の振り。右で左も右で、僕江原くんの後ろだから、はい、江原くんとは首が合わないってことですよね。合わないですってことですよね、はい、前の人とこう動きが違うっていうのがあるので、本当これ一人でも間違えたら狂っちゃうの大丈夫かっていうか、なんかドキドキします。さらにメンバーを悩ませたのは、難しいの無理でしょ、首や手足をバラバラに動かす動き。あれなんで足と手がバラバラとか細かいんですよ、首とか肩とか、なんか今までにないやっぱりちょっと動きですね。むずいっす。難しいんだ。なんかもうこういうじゃんけんでずっとこっちも開けてくださいみたいな、なんかそんな脳みそ使うんだ、ことやらされてる気分。そして今回大きな見せ場となるのは、まるでマスゲームのような動きを見せる全体でのフォーメーションダンスだが、ある問題が。あとやっぱり現場で、今日小畑と2人だけだったんですけど、やっぱ現場で人数集まってとか、その場所が変わると多分全然違うまた感じになると思うんで、まだ全然不安です。多忙な旧選抜メンバーは本番まで一度も揃うことなく当日を迎えることに。しかしそんな中、ひときわ余裕を見せるメンバーが。もう覚えました。本当ですか。はい、これ晩ご飯やからな。もう完璧です。済ますな、済ますな、ケータリングで。あんまこうアップダウンないんで、細かいこう停止して動くとか多いんで、しんどくないですね。おっさんに優しいです、このダンスは。一方、そんなケンとは違い、一番苦労していたのはこの男。あれ？いやもうやばいっす、もう振りが入んなくて。だってあさって MV 撮影ですから。本当に俺前列だから踊れるようにならないとやばいんですよ。今回初めてフロントラインに入る尾形は、今までにないプレッシャーと責任を感じていた。そして河本も仕事の合間を縫ってレッスンに。
この番組はソニーミュージックの提供でお送りします。そして迎えたミュージックビデオ撮影当日、この日初めて全体練習の時間が設けられた。大阪で1日だけしました、庄司さんと2人で。ちょっと大阪に忘れてきた感じですね、大事な何かを。庄司さんと2人でやってるからだいぶイケてると思ってて、周り見たらだいぶイケてなかったですね。こいちゃん比べる人がおかしい。フォーメーションを中心に最終確認が行われ、全体練習が終了。この後いよいよミュージックビデオ撮影に臨む。その舞台となるのがこの真っ白な不思議な空間。なんか異空間ですね。なんか神秘的な感じして、心が洗われるようですね。夜10時撮影スタート。夜10時今から歌っていただくのはミサビから最後だ。なんで割と感情的になって訴えかけるような、なんかそういう歌い方になるといいなと思います。まずはワンショットでの歌唱シーン。湘南の風さんとか E.T. キングさんをイメージしてやったんですけど、カナダが撮ってる映像見たんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、これかっこよく映りそうな感じがムンムンに出てます。今回はこのワンショットの歌唱映像と不思議な空間で行うダンスでビデオが構成される。怖いって。演出がもう怖くないですか今の。俺エンドがもうかわいそうでな、解雇してるあのヘルパーさんを思い出してな。この PV のダンスより将来のことを考えた。さらに吉本坂46初となるラップシーンも。ラップも入るんだね。そして朝方4時20分、4時20分いよいよ全員揃ってのダンスシーン。河本がメンバーが被った布を取ると、それぞれが連動し、やがて全員が踊り出す。ミュージックビデオの要となるシーン。ところが、うん、7箇所、尾形さん7箇所、尾形が全部間違ったじゃない。最前列の尾形がミスを連発。クビだな。すると他にも途中からびっくりするべボロボロになって、もう笑いそうになっちゃって。尾形は本当しっかりしてくれ。尾形も練習時間が少なかったせいでミスが連発。しかも皆さん、こちらのシーンはあと4カット撮らさせてください。はい、4回踊ることか。4回、はい、はい、いや、ちょっとなんすか、不満がちょっともう出た出たよ、レッドとの出た出た。それでも平均年齢40歳が体に鞭を打ち、テイクを重ねる。逆接触路面でめちゃくちゃこう痛くて、このまま痛風が出てきた。なんやねん。すると尾形が、さあ、こう頑張りましょう。サンキュー。さあ、行きましょう、みんな。うまいこと言ったり面白いこと言ったりするのなかなか難しいんで、僕はもう勢いで貢献できたらと思ってやってますけどね。すでに撮影開始から9時間が経過。朝7時。ここで撮り直しの効かない緊迫のシーンが。え1回しかできない天気で塗るっていうアクションがあるんで、真っ白なマネキンにペンキで色をつけるシーン。あとカット。1回こう入ってカメラの前来たら1回カメラに向かって歌う。で入念にリハーサルを重ね、細かく動きをチェック。
あと。カット。ちょっとストロークを。はい。もう一回やろう。はい。了解です。リハーサルだけでおよそ1時間が経過。そうか、撮る方もね、これ一発勝負やからね、撮れてなかったんですけど、この感じです、できないですから。この感じです。河本さんの見せ場です。そうね、ここはね、ここはちょっとおちゃらけなしで。そして迎えた本番。一発にかける。ユリエンの顔に見え。おちゃらけなしって言ってたじゃん。カット、カット、 OK です。どうなろうと OK にするしかないカットだったんですけど、良かったです。まあ大成功、間違いなく一番緊張した瞬間でしたね。今一旦ホッとしました。撮影は続きますね。そうね、そっちの方が心配ですね。全員のねスケジュールが忙しくて、体力勝負だと思う。そして朝10時。朝10時、皆さんラストシーンよろしくお願いします。12時間あった。そう、この年齢になったら顔に出るやろ。はい、OK です。おー、すげー。12時間に及ぶ撮影が無事終了。何回も何回も撮り直すから、どんどんみんな上手になっていって、最後の方なんかチームワークできてた感じありましたね。なんか最後までピリピリすることもなく、みんな和気あいあいと、あ、楽しくできたなって感じでしたね。なんか完成度も高いと思います。この後ミュージックビデオを大公開。いや、終わった。